どうもよろすこです。九州ツーリング3日目ですね。まあ今日はね、雨の予報なんで、まあ昨日の昼過ぎぐらいかな、それからちょこちょこ雨降ってたんですけども、まあ今はね収まって撤収も終わって、これから出発という感じです。今日はですね、高熊ライダース八重城でいいかな、そこでね、一泊するだけの予定になってます。まあ正直言ってね、ここで泊まらなくてもいいんですけども、あのホームページにですね、私が採用されていたので、まあ久しぶりだし行ってみようかなっていう、はい、ただそれだけの理由でね、八重城に行こうという感じです。そういうね、今日の仕様なんですけども、タンクバッグをね、このタフザックの方にねぶち込みました。まあできるだけね、雨で濡らしたくないものなので、まあ防水カバーあるんですけどね。いやー、タフザックの進化を発揮しましたね、今日やっと。今までね、あの使ってたキャンピングバッグの方がね、使い勝手いいかなと思ってたんですけど、雨の日に限りこいつの方が優秀だなって。はい、まあ、とりあえずね、容量がでかくて、あと防水カバーとかいらないので、その辺がまあ雨の日の撤収とか楽になるかなという感じです。まあ、それではですね、また草千里の方行って、はい、まあ行かない方がね、ちょっと近道にはなるんですけども、まあ今日ね、まあ、スーパーとか寄ろうかなと思ったんですが、まあこんななんで、あんまりね、店舗水で汚すのも嫌なので、まあ多分どこも寄らずにね、キャンプ場まで一直線で行くので、まあいいかなという、はい、そんな感じです。それではまあ特にね、今日はどっか泊まるとかないんですけど、はい、景色眺めるとかね、あんまりしないんですが、まあのんびりと行きましょうか。今日はそれなりにね、風が強いですね。昨日とはだいぶ風のね強さが違うので、こんな車体がね揺さぶられるような感じはしなかったと思うんでね、まあさすがにね、山の近く走ってるんでこんな感じなのかなと。はい、まあ山をね避けてきた風が思いっきりね来てるんだろうなと思うんですけど、まあまあ強いですね。この横が一応草千里ではあるんですが、まあどうせ見えないと思うんでね、はい、この上の展望台はスルーしましょうか。ああ、でも一応草千里見えるっちゃ見えるのか。そういえばここもね、景色良かったような記憶があるんですが、なんもないですね、本当に。こっちはなんかめっちゃね、晴れてますね。はい、雨雲がこの辺までなのかな。おお、ここだけいい感じ。やっとね、雨が降ってきましたね。まあやっとっていうのもおかしいんですけども、それなりにね、降ってきたんで、やっとね、雨の日のツーリングだなみたいな、そんな感じがしてきましたね。はい、まあ雨さえ降らなかったらね、途中でどっかでね、スーパーとかドラッグストアで補給もねできたんですけども、まあどうだろうかな。雨が降りそうだったらね、やっぱその辺ができないので面倒くさいかなという感じですかね。一応非常食は持ってるんで、まあ問題はないじゃないんですけどね。霧がなんか濃くなってきましたね。前がね、そんなに見えなくなってきたので、めんどくさいですね、これは。おー、すげえ。いい感じ。なんだろう、雲海みたいな感じにもなってますね。すげえな、これ。一瞬しか見えなかったんですけど、結構ね、いい感じの場所でしたね。はい。曇りの日もね、お、また見えてきました。いい感じですね、これ。いや、ちょっとしか見えない。さっきの場所しかね、うまく見えないんですけども、いいですね、こういうの。めっちゃ開けてるな、ここ。おー、さすがにパーキングには止まるしかないですね。ほえー、すげえ。あっちの方がもうちょっと見えてほしいんですけども。いやー、この展望台結構いいところでしたね。はい、まあ、普
通の時だったらそんなかなと思うんですけども、今日みたいなね雲のある日なんで、まあ、あの辺とかね雲海っぽくなってますし、そういう感じで、あ、向こうの方でもですかね、はい、なんかこの辺りだけ開けてるというか、ちょうど雲がないだけだと思うんですけども、まあさっきまで雨降ってたんでね、見通しがなんかねめちゃくちゃいいんでまあ晴れた日はねもうちょっと見通しね良くなるんでしょうけど、こういうのもねいいんじゃないかなと思いました。はい、それではね、まあ野営場の方に向かっていきましょう。この道やべ、めっちゃ振動するどんだけ細荒いんだよ本当に。あ、治った。キャンプ場までねあと1時間ぐらいで到着しそうなんですけども、まあ雨ですね完全に。はい、いやーねー、そんな降らないのかなーって最初は思ってたんですけども、がっつり降りましたねっていう感じになってます。まあ、このまんまねキャンプ場行って、で、まあ、温泉入ってゆっくりしようかなという感じです。あと 700m でね目的地のキャンプ場ですね、そちらに到着予定です。まあ、温泉にねキャンプ場が併設されているようなところなので、まあ、温泉もねあるので、まあ、今日みたいな日はねちょうどいいんじゃないかなという感じです。そしてまあいつの間にかなんですけど、ライダーハウスもねできてたみたいなんで、まあ、今日はねそっちでもいいかなと言いたいところではあるんですが、まあせっかくねキャンプツーリングなんでキャンプでいいかなという感じです。まあワンポールなんでねこういう日は強いんで、まあそんなにね気にしなくていいのかなっていう、そんな感じですね。お、舗装されてるちゃんと舗装されてる、すげえ。いや前来た時ね本当ここ舗装されてなかったんですよ。あー今日誰もいねえわ、ラッキー。こっちがライダーの野営場ですね。なんか車があるのかな、うん、大丈夫そうですね八重。よかった、久しぶりに来たんですけどね、なんかこの辺も水たまりがひどかったと思うんですけど治ってますねまあ違ってたらねちょっと恥ずかしいんですけど、なんか前来たよりもだいぶマシになってるような感じですね。じゃあまあ手続きして先にキャンプでしょうかな。ふう、今日月曜日だったっすね、忘れてましたあぶねえ、ここ月曜日休みなんですよ、綺麗に忘れてましたね、あぶねえわ。まあ、今日ね祝日なんでやってるっていうことでギリギリでしたね。はい、ではまあキャンプ場の方行って、基本的にはフラットなんでどこでもいいんですけどね。はい、まあキャンプしようかな。おっと、あぶねえほんと天下一は転びやすいんだよな。この辺に止まったはずなんで、ここでさあどの向きで立てようかな。どの向きでもいっか、どうせ人来ねえしなどうせ人来ねえんだよな。やっぱテント立てようとするとね、雨の量がわかるというか、まあ、そこまでね派手に降ってるわけではないんですけど、まあ、今日はずっとね降るだろうなと思うので、いやーワンポールにしてよかった。撤収の時はね本当あんま雨降ってなかったんでよかったんですけど、設営の時が本当ひでえなっていうぐらい降ってる、ね、いや朝の間だけだったのかな、緩かったのは。よいしょ、よし立ったぞ。やっぱワンポールテントねこういうすぐ立つんでね、そこがいいですね。今ねインナーの準備してるんですけども、もうね濡れないですからね、屋根あるんで
本当ね、こういう時だけワンポールいいよなって思います。よっしゃ、インナーも完了。いや、大事なことをね、忘れていましたね。はい、ここにはあれがあるんですよ。まあ、明日明後日もね、雨っぽいので、まあ、こうやってね、洗車しても、まあ、趣味どうなるか分かんないんですけども、はい、意味なくなるとは思うんですけども、まあ、一応、気分的に、まあ、綺麗なバイクの方がいいんでね。なかなかね、雨の方は収まらないですね。はい。まあ、早めにね、温泉入ろうかなと思ってるんですけど、傘忘れたんでね、さすがにこの中、距離はそんなにないんですけども、歩きたくはないので、雨が止んだら温泉行こうかなって待ってます。まあ、ここね、 Wi-Fi も無料でね、使わせてもらえるんで、まあね、非常に快適に過ごしてはいるんですけど、まあのんびりとね、まあ雨が止むのを待って、それから温泉行こうかなと思います。はい。いやー、でもね、やっぱここサイドがね、フラットなんで快適だしね、Wi-Fi 飛んでるしね、もう。キャンプ場としては本当ね、いいところです。